水原一平、サッカーがお気に入り競技。同氏は、水原一平は10代の頃はサッカーとビデオゲームが大好きだったと題して特集。高校のサッカーチームで同僚だった2人の証言を取り上げている。水原氏はコメカリフォルニア州にあるダイヤモンドバーダカでサッカーをプレー。現在同校の監督を務めるケンプウェルズ氏が当時を改装し、水原氏は控え GK で試合ではあまりプレーする機会に恵まれていなかったという。それでも彼はいつも練習に来て一生懸命頑張ってくれたのを覚えていると練習姿勢は熱心だったと振り返った。今回発覚した違法賭博ではサッカーの国際試合などを中心にかけていたことが明らかになっており、サッカーがお気に入りの競技だったようだ。そういえば散々持ち上げてる時はこういう過去の話とかなかったのにな。騒動の黒幕が分かっちゃったね。大谷人気に危機感を感じたサッカー勢力による資格だったのね。一応ネットの通信履歴調べてみたら大谷はたきしてる可能性が。やはり黒幕はサッカーか。汚いことしやがるぜ。サッカー界の資格家ややってくれたな。サッカー許せない。学歴詐称するような人物の野球賭博はやってないという言葉を信じることはできないな。サッカー好きは賭博中毒。世界では野球よりサッカーの方が人気だからしょうがない。まあ過去の話ほじくり返してもいいやつだったってエピソードばかりだな。ここまで来たら主要スポーツに手広くやってるやろ。ご視聴ありがとうございました。